アルゼンチンとニュージーランド関係はアルゼンチン共和国とニュージーランドの外交関係を指す。両国はケアンズグループと国際連合の相互加盟国である。ニュージーランドのレイリーン・リューファーラに対しから新任状を受け取るアルゼンチンのマウリシオマクリ大統領。2016年アルゼンチンとニュージーランドは南半球の工業国である。1964年に 両国の国交が樹立されたが、距離が離れていることもあり、両国の関係は非常に限られたものであった。アルゼンチンがウェリントンに大使館を開設したのは1977年のことである。1976年、アルゼンチンは軍事政権の下に置かれたが、その軍事政権はフォークランド諸島に対する領有権を主張した。1982年4月、 アルゼンチンはフォークランド諸島に侵攻し、フォークランド紛争が勃発した。アルゼンチン軍による侵攻直後、ニュージーランドはアルゼンチンと断交し、経済制裁を加えた。同年6月紛争はイギリスの勝利に終わった。1984年、アルゼンチンとニュージーランドは国交を再開した。1987年にはオークランドに領事館を開設し、 1997年には、ウェリントンに大使館を再開した。1998年4月、アルゼンチンのカルロスメネム大統領がニュージーランドを訪問し、ニュージーランドのジェニー・シップリー首相と会談した。同年、ニュージーランドはブエノスアイレスに大使館を開設した。アルゼンチンとニュージーランドの関係が再確立されて、以来、両国は世界の農業貿易の改善。 南極と南洋の保全、気候変動、クジラの保護、国際人権、平和維持、兵器の不拡散への認識を国際社会に働きかけてきた。2001年11月にはニュージーランドのヘレン・クラーク首相がアルゼンチンを訪問した。両国はワーキングホリデー査証制度に署名し、確立している。2015年12月にはニュージーランド航空がオークランドとブエノスアイレス間の 直行便を就航させた。2017年には、アルゼンチンのリカルドネグリノーショーがニュージーランドを訪問した。2016年、アルゼンチンとニュージーランドの貿易総額は1億9900万米ドルであった。アルゼンチンのニュージーランドへの主な輸出品には、大豆油かす、砂糖、調理、保存された果物やナッツ、自動車などが含まれる。 ニュージーランドのアルゼンチンへの主な輸出品には、紙製品、航空機、機械、アルビノイド、澱粉、糊、電気機械などがある。ありがとうございます。